皆さん、こんにちは。お台場の最 t V のクラリスです。スパコン、スーパーコンピューター、日本がやっとね、トップ脱回ということで報じられたんですが、実はこれ9年ぶりなんですね。日本がこのスーパーコンピューターの世界であのトップになるというのがこの9年ぶりということですね。 で、それまではの、まあ、今までのアメリカがね、実はのトップにいたわけなんですが、まあ、あの、一昔前にはね、中国勢いましたけどね、今現在は、中国勢は4番目と5番目というふうになってますね。えー、トップがの理科学研究所のこの富岳、えー、1秒間に計算回路、すごいですね、41計5530兆回ということなんですね。 実はあの、これで大体の8割程度ということなんですね。えー、ですから、実測は実際には今後 50K、これ以上にはなるだろうという感じのところまで来ているわけで、えー、まあ、断トツの一番になったということなんですよね。スパコンは、その国の技術力を測る上でも、非常に重要な指標となるとも言われています。アメリカの参観学に、 巨大な影響を与えた日本の地球シミュレーターは科学的な成果として地球温暖化や地殻変動など地球規模でのシミュレーションに利用され気候変動に関する政府間パネルの2007年度ノーベル平和賞受賞にも大きな貢献をしています。その他産業界地球科学創造的分野など貢献した分野は目覚ましいものがあります。 コンピューターの1位とは、それほどすごい貢献をするものなのです。で前回ですね、トップだった、あの、米国のオークリッチ研究所、国立研究所ですね、ここのサミット、これに、まあ、2.8倍ほどのもう大差をつけているということで、これ、ものすごい、まあ、処理能力を発揮したわけなんですが、まだ、あの、これ、スパコンといったものもまた日清月歩でですね、 えこれを開発したからといって、まだまだ、あのー、まあ、止まるわけにはいかないわけなんですね。えー、スパコン、えー、当然これね、先端技術の集約されたものなんですが、えー、ま、多くの、ま、分野、自然科学分野、産業分野、えー、こういったところではもう原動力になってくるわけなんですね。えー、開発、研究、そういったものも石然になるものが、えー、ま、このスパコンであると。 いうことでですね、当然のことながら、これは、あの、その国がどのぐらいの科学レベル、科学技術、そういった水準レベルにあるかということを、まあ、押し量る上でも、非常に大きな意味があるものなんですね。当然、これはね、トップを目指さないことには、それによって、そこから派生してくるいろんな研究結果といったものも全然違ってきますのでね。 これ、あのー、以前ね、民主党の蓮舫氏がね、事業仕分けとか、なんとかなんとかと言ってね、民主党で、えこういったもので費用もうかけないようにしようとえ。2番でダメなんでしょうかと。<笑><笑>まあ初めから2番を目指すような人どこにもいないですよね。しかもあの科学、ね、技術立国を目指している国がですね、 え、2番じゃダメなんでしょうかなんて、こういうことをまあ政治家が言うっていうのは、いかにですね、この認識がもう甘いのかも、全くなってないのか、ということなんですが、まあ、この蓮舫氏のコメントは後ほどご紹介させていただきますが、えー、まあ、愛も変わらず、という感じなんですね。この富岳はですね、理科学研究所と富士通が共同開発したスーパーコンピューターなんですね。 で、あの、半年に一度ですね、実はこれ、あの、ランク、世界ランク、あの、国際会議でね、あの、発表されてるんですよ。えー、それで、やはりあの、今ね、米国とか中国がですね、今の開発しているのはですね、1秒間に100系回の計算速度、えー、これを持つスパコンをも来年にも完成させると見られてるわけなんですね。したがって、 えー、この、今回の富岳がですね、えー、早くてもおそらく 50K からまあ50、60ぐらいですね、えー、そのぐらいの計算処理になりますので、まあ、これでまたあの倍ぐらいのものができてくる、まあ、可能性があるということですね。だから今回の,あの富岳のすごいところはですね、実はあの、 世界初の快挙を成してるんですね。いわゆるあの、ま、実務的なあの、計算、実用計算ですね。こういった分野であるとか、あるいはあの、ま、AI、人工知能分野、またの、大規模データの計算処理能力、計算性能ですね。こういったところを競った分野でも、これま、トップになったと。いうことで、まあ、世界でこれ初の四冠を達成してるんですね。 参観を達成したところもあのなかったかと思いますので、えーまあ、実にこのすごい記録をね、実はこれを打ち立てたということですね。実はですね、あの科学立国を目指している国がですね、こういったものに金を使わないでこれを削ぎ落としていくというあの民主党のようなことをやっていますとね、これは当然、国といったものも滅び去る方向にしかもう行かないわけなんですね。まあ、事実、まあ、そういう方向で動いていたと。 言われても仕方ないような政策ももうやつぎばいに今出てたわけですね。民主党の時代には。えー、それから見ると、えー、まさにあの、覚醒の感があると、えー、いうことですね。それとあの、現在ですね。えー、このスパコンのランキングがあの、出てますので、ね、現在のランキングですね。えー、これ見ていきますと、あの、まあ、一昔前ね、日本でも、えー、ま、K っていうのはありましたね。まあ、この K は実 ですね。実は当時あの、ま、花々しい、機種でですね。えー、ま、2011年の6月と11月にもう連覇したんですね。世界ランクトップ。えー、これが K。まあ、これしかしもう昨年度ね、もう廃止されています。えー、まあそのぐらい世界ではこれをま、競ってですね、開発を、続けているということですね。これ見てみますとわかりますでしょう えー、ベスト10にこれ現在入っているのはもう、えー、日本とアメリカと中国と、あとまあイタリアですね。えー、それからスイス。えー、こんなけしか入ってないわけですね。さてそこで、まあ蓮舫氏ですね。に、じゃダメなんでしょうかと、えー、いう、まあなんともとんちんかんなことを言っていたこの人。えー、今回の富岳が世界一になったと。 いうことでですね、共同通信の取材には、まあ、文章で回答したそうなんですねえ。ここにはですね、こんなことが書いてあったそうです。え文部科学省も理科学研究所も、前向きな改革に取り組んでこられた努力に敬意を表するえ。なんともあの、味気ないものですねえ。もっと素直にね、これ喜んでえいるような、そんな、あ全く伝わってこないですね。 えー、この人はどういう、ね、ものの考え方で、えー、日本の政治を行っているんでしょうかね、政治家として。で、さらに、えー、このね、2位じゃダメなんでしょうかというこの発言についてですね、えー、当時の経緯を説明したとしてこんな言葉が出てますよ。えー、速度が世界一になったとしても使い勝手が悪ければ使われない、スピードばかりにこだわる理由を問うたと。 えー、こんなことを、あの、言ってるみたいですね。<laughs> もう、えー、どうでしよう、皆さん。多分、多くの人は、これ、笑っちゃってるんじゃないでしょうかね。えー、まあ、日本の政治家、やってほしくないかな、というふうに、あの、ね、ネットでは、たくさんそんな声が、あの、出てますよ。えー、まあ、もう少しね、ここで言い方変えておけばね、あアり、あの、さん、まあ、よくね、ちゃんと言ってくれた、ということで、多少の、まあ、指示もね、 あの得るかとは思うんですが、そういうこともやっぱり気遣いできないということなのかもしれませんね事実、民主党政権下においては、日本の国力はガタ落ちし、国際的信用度は失墜、安全保障は脆弱になり、国家の機密情報が彼らのふるさととわれる国へ、大量に漏れていったと言われています。 石原慎太郎氏は、民主党が政権を取ったとき、こんなことを述べていました。これから日本は大変なことになる。あっちの人が多いから。ネットでは、この石原発言は本当だったと、かなり話題に上がったようでした。そして、ですね、次にこの事業仕分け、行政事業レビューの結果、スパコン開発は総合的な性能を追求する方針に転換したと。 えー、こう指摘したそうです。えー、蓮舫さんですよ。はい。え、今日のお話は以上になります。私のつれづれ語りでした。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。チャンネル登録し、